こんにちは、マッピーホトのエリナです。今日は無料で使えるライトルームモバイルの使い方についてシェアしていこうと思います。外出先でちょっと写真を編集したいっていう時ありますよね。そんな時に便利なのがモバイル版のライトルームです。で、ライトルームモバイルはもう誰でも無料で使うことができます。有料版のライトルームを使っている人の方がライトルームモバイルで使える機能は若干多いのですが、それでも無料版でもできることはかなり豊富です。その違いも含めて今回はライトルームモバイルを無料で使う方法、ライトルームモバイルのできることと使い方、そして有料版のライトルームとの違いを見ていこうと思います。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つやーと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではライトルームでやっていこうと思います。一つ目のライトルームモバイルを無料で使う方法を見ていきます。まずライトルームのアプリをダウンロードします。そして使うにはアカウントを作成する必要があるので、ここで好きなログイン方法を選びます。 Adobe でログインすると、後でもライトルームの有料版を使うとなった時に同じ ID を使うことができます。で、メールアドレスを入れて、個人情報を入れて、アカウントを作成するだけでライトルームモバイルを開くことができます。で、カード情報なども必要ないので、後で課金されてたということもないので安心です。では、無料版で使えるモバイル版のライトルームを開けたところで、実際モバイル版のライトルームでは何ができるかというのを見ていきます。では、二つ目のライトルームモバイルのできることと使い方について見ていきます。では、まず編集したい写真を入れていきたいので、右下の写真マークにプラスがあるので、それをタップします。そしてスマホに入っている写真を選びたいので、カメラロールからをタップして、そして自分の編集したい写真をタップします。そうするとこんな感じでライトルームに写真が入りました。そして編集方法は下にツールが出てくるので、そこから選んで使うことができます。ただし後で詳しく見ていくのですが、この青い星のマークがついているのは有料のライトルームを使っている人しか使うことができないので、そこは注意です。と言ってもツールで言うと、まあ3つぐらいしか使えないものはないので、最悪この3つが使えなかったとしても編集にはあまり問題がないかなと思います。では無料版で使えるツールを一つ一つ見ていこうと思います。まず切り抜きです。切り抜きは写真のいらないところをこんな感じでトリミングすることができます。で、トリミングの中にもこのように左下の 2×3 というところをタップすると、こんな感じで縦横比を決めることができるので、例えば1対1にするとこんな感じで1対1の比率にしてトリミングすることができます。そしてこのロックが閉じている場合は、この比率はもうどんなに変えようとしても変わることはないのですが、このロックをタップしてこんな感じで鍵が外れている場合は、このように自由にトリミングすることができます。で、あとは角度補正だったり左回転右回転などもあります。では次にプリセットです。プリセットは元から入っている基本のフォルダの中のプリセットを使うことができます。で、この基本のプリセットはどういう感じに仕上がるかというのは、このカラーだったりクリエイティブだったりのフォルダがあるので、ここでタップすると、まあ、どんな感じの雰囲気になるのかというのがわかります。で、試しにカラーをタップしてみると、こんな感じで自然だったり輝き、コントラスト高い、高コントラスト、ディテール、ビビッド、マットなどがあります。で、あとは自分でプリセットを作って保存することもできて、プリセットの作り方は右上のこの点々点をタップします。そしてプリセット作成をタップします。そしてここにプリセット名を入れて、そしてこのまま保存すれば自分のプリセットを作ることができます。で、次にこの自動です。この自動はもうタップするだけで一瞬でライトルームが勝手にいい感じに仕上げてくれます。では一旦戻りたいので、上の矢印のマークをタップします。そうすると元に戻すことができます。で、次にライトです。ライトは写真の明るさなど調整できるものです。全体の明るさを調整する場合は露光量で、こんな感じで右にスライドすると全体が明るくなって、左にスライドするとこんな感じで暗くなります。そしてコントラストは写真をくっきりさせてくれるので、ちょっとかっこいい系の写真に仕上げたい場合はコントラストをちょっと右にスライドするとこんな感じでグッとコントラストが上がって、ちょっとふわっとさせたいという場合は左にコントラストを下げていくとこんな感じでふわっと仕上げられます。で、次にハイライトは写真の中の明るいところを少し抑えてくれるので、ちょっと空の部分が明るすぎるかなという時はハイライトを左にスライドさせていくとこんな感じで明るいところの明るさを暗くすることができます。
で、シャドウはハイライトの逆というイメージで、元が少し暗いところなんかをこんな感じでシャドウを右にスライドするとちょっと明るくなっていくのがわかると思います。で、露光量と似ているのですが、露光量はこんな感じで全体を明るくしますが、シャドウの場合は暗いところをこんな感じで明るくするという感じです。そして白レベルは白いところを明るくしたり暗くしたりすることができます。そして黒レベルは黒いところを明るくするか暗くするかという感じです。で、ちなみにこの黒レベルのスライダーを0に戻したいという場合は、この黒レベルのところをダブルタップするとこんな感じで0に戻すことができます。で、このライトの中にこのカーブというのがあるのですが、これがトーンカーブです。これをタップするとこんな感じでトーンカーブが出てくるので、こんな感じで明るくしたり点を打って暗くしたりして S 字カーブなんかをこんな感じで作ることもできます。で、トーンカーブについてはかなり奥が深いので、こちらの動画でぜひチェックしてみてください。で、次にカラーです。色温度や色かぶり補正は、写真を撮るときにスマホやカメラの設定で少し青っぽくなってしまった、緑っぽくなってしまったというのを直すことができます。例えばちょっと青っぽくなってしまったときは、この色温度を右寄りにしていくとこんな感じで黄色が入っていきます。そして色かぶり補正もちょっと緑っぽいかなと思ったら、マゼンタ寄りにしていくとこんな感じで緑を抑えることができます。そしてその下に自然なサイドとサイドがあるのですが、これはもうカラフルにすることができます。自然なサイドとサイドはそこまで変わりがないのですが、サイドの方がよりカラフルにこんな感じで仕上げることができます。で、上に戻って B&W というのがあるのですが、これをタップするとこんな感じで白黒になります。そしてその隣にある色調整は、上のシャドウ、中間調とハイライトの色をこんな感じで決めることができて、色を入れていくことができます。そして隣にあるミキサーというのはカラーミキサーのことで、例えば緑の色を少し変えたいという時は緑をタップして、そして色相などをこんな感じで移動させるとちょっと緑が変わっていくのがわかると思います。こんな感じで色を調整することもできます。で、次に効果です。で、まずテクスチャーは細かいところをくっきりさせることができます。そして明瞭度は全体をこんな感じでくっきりさせることができます。で、霞の除去はぼわっとした写真もこんな感じで引き締めることができて、で、逆にするとこんな感じでほわっと仕上げることもできます。で、周辺光量補正は写真の周りを明るくしたり暗くしたりすることができます。で、その下はその周辺光量補正の細かい設定をこんな感じですることができます。で、次にディテールです。ここは写真をよりシャープにすることができます。で、次にレンズです。ここのレンズではカメラで撮った場合の若干な歪みなどをこのようにもうワンタップで補正することができます。で、次にプロファイルです。プロファイルはプリセットのようにワンタップで写真のイメージを変えることができます。で、あとは前の設定というのがあるので、これをタップすると前の設定に戻ることができて、あと一番右の初期化はもうそのまま初期化をすることができます。で、こんな感じでツールを使うことができます。で、この写真を書き出したいときは、右上の右から3番目のこのアイコンをタップします。そしてカメラロールに書き出しをタップすれば、こんな感じで書き出しをすることができます。では3つ目の有料版ライトルームとの違いを見ていきます。先ほども見た通り、モバイル版のライトルームでもできることはかなり多いのですが、少し使えなかった機能もありました。それが有料版になると使うことができるので、それを見ていこうと思います。ではまず最初にマスクです。これは新しい機能で別の動画で詳しくアップしているのですが、このようにマスクをタップするとプラスマークが出てくるので、このプラスマークをタップします。そして例えば被写体を選択をタップすると、こんな感じでもう勝手にライトルームが被写体を選択してくれて、ここの選択範囲の明るさだったり色合いを変えることができます。で、下でライトなどがあるので、例えば露光量を分かりやすくこんな感じで上げると、もう選択した被写体だけを明るくすることができます。で、次に修復です。
修復では写真の消したいところを消したりすることができます。でこの修復のボタンをタップして、例えばこの右下にある草みたいなのを消そうと思ったとすると、こんな感じで塗っていくと、ここで置き換えますかと出てくるので、これを移動させていいところらへんでこんな感じで合わせると、このように草を消すことができます。綺麗に消すにはフォトショップを使った方がいいのですが、簡単にこんな感じでライトルームのモバイル版でも消すことができます。で次にプリセットです。先ほどは基本のプリセットは使えるという話をしたのですが、有料版になるとこのプレミアムとおすすめのプリセットも使うことができます。でまずおすすめなのですが、こんな感じで写真を解析してライトルーム側でどんな感じのプリセットが合いそうかというのを提案してくれます。なのでここでもう提案されたものの中からこんな感じで選ぶと、結構いい感じに仕上げることができます。であとはプレミアムというのがあるので、この中を見ていくと、もうどんな感じのイメージかというのがかなり多くあります。例えばヴィンテージと押すと、こんな感じでヴィンテージ風に仕上げることができたり、あとは旅行などもあるので、そんな感じの、いい感じの雰囲気を作ってくれます。であとはジオメトリというツールも、先ほどの無料版では使えなかったのですが、有料版だと使うことができて、こんな感じで歪みを直したり、垂直方向をこんな感じで直したりすることができます。で、あとはロー写真も編集することができるので、カメラでローの写真を撮って編集することもできます。あとは一括編集することもできます。で、もうクラウド上で保存できるので、自分の写真もウェブ上で友達や仕事仲間と共有することができます。で、あとは有料版になると、写真もクラウド上で管理することができるので、いろんな端末から編集することもできます。で、この有料プランは3種類あって、1つ目が主にスマホだけでライトルームを使う場合のライトルームプレミアム。そして2つ目がスマホ以外のパソコンなどで主に使う場合のライトルームプラン。そして3つ目がライトルームを含むフォトショップとライトルームクラシックも使えるフォトプラン。この3つです。ではそれぞれ簡単に見ていくと、ではまずライトルームプレミアムです。で、ライトルームプレミアムは主にスマホでモバイル版のライトルームを使うことができて、月額550円または年間5400円です。で、調べてもこのプランの詳細が載っていないのですが、クラウドストレージのところを見ると、空き容量が 120GB と書いてあるので、おそらく 120GB までの写真を入れて編集することができます。で、ちなみにこの無料版にはクラウドストレージというのがなくて、ローカルストレージがあって 10GB までとあるので、そちらもおそらく 10GB まで使うことができます。で、二つ目がライトルームプランです。ライトルームプランの場合は、スマホでもパソコンでもライトルームを使うことができます。で、1年の縛りがあって、月額1078円で使うことができて、1TB の写真をクラウドに入れて編集することができます。で、3つ目がフォトプランです。フォトプランの場合は、モバイル版のライトルーム、ライトルーム、ライトルームクラシック、フォトショップを使うことができます。で、このフォトプランは、クラウドの容量によって値段が違ってきて、20GB の場合、1年の縛りがあって月額1078円で、1TB の場合、月額2178円です。で、ここでライトルームとライトルームクラシックと似ているものが出てきますが、詳しくはこちらの動画でアップしているので、フォトプランにしようかなと思っている人はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、今回は無料で使えるモバイル版のライトルームについてシェアしてきました。パソコンを使って編集するのではなく、もうスマホでちゃちゃっと編集したいという時は、ぜひこのライトルームのモバイル版を使ってやってみてください。ライトルームモバイル便利じゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。